今夜の経済ニュース最前線は、いやだいぶね温まってきました。あ温まって、もしかして肩温まって、肩が、もういつでもいつでも剛速球投げられます。はい、エアコンのないところで練習するとね、暑さに強くなるらしいんですよ。バカですかね、そういうこと言ってる人。バカだと思いますけど、バカ理論でやったらね、もうちょっと温まってきちゃってね、ちょっと熱中症かもしれないんで、暑いですよ。早めに終わりにしたいなと思います。はい、じゃあ今日は、お楽しみに。